はい、どうもデンです。さあ今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日はこちらスカーレット EX バイオレット EX ボックスね、開封していきたいと思うんですけれども、今日何をしていきたいかと言いますと、こちらバイオレット EX スカーレット EX 開封したら強いボックスはどっちなのかということですね。皆さんね、やっぱりミモザね、欲しいでしょう。で、ミモザが入ってるから絶対バイオレットの方が強いって思いがちなんですけど、いやいや、そうでもないだろうと。スカーレットも負けてないよっていうところで、今回はね、僕がこのボックスで検証していきたいというふうに思っております。両方ともシュリンク付きでございますので、開封してね、結果の方、対決していきたいと思いますので、本日もご視聴よろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。はい、ということで、まずはね、スカーレットの方から開封していきたいと思います。まあね、本当に僕ね、全然確保できなかったんですけど、まあ、動画のね、まあ、視聴者さんからですね、ツアーのボックス確保できたので、ちょっとね、自分一つ開けられればいいからどうですかっていう話をしていただいて、こうやってね、開けることができるということを、まあすごく感謝しております。本当にありがとうございます。本当にね、こうやって皆さんにこう支えられながらですね、いろいろとこう、日々動画投稿できていることをまあ感謝しているっていうところではありますけれども、そろそろね、自分でもきちんと集めろよって話なんですけど、本当にね、ごめんなさい。もう本当皆さんありがとうございます。ということで、行きましょう。スカーレットからまず開けていきたいと思います。ちなみにね、何のカードが入ってるかっていうところまでちょっと僕きちっとまだ調べていないので、どっちに何が入ってるかってところまでちょっとわかんないんですけど、まあ、ちょっとねカードなんかも見ながらね、まあいつも通りこうのんべんだらりと楽しんでいただけるような動画にできればなというふうに思ってますんで、まあ、よかったらねお付き合いいただければというふうに思っております。ということでいきましょう。出た、海ディグダ、不安定、切り刻ん、ほい、出た、グレーンアルマ。はい、グレーンアルマですね。これね、火送りっていうのがなかなか使えるんじゃないのということでね、ちょっと話題になってましたね。ワルビル、ハギギシリ、ザングース、懐かしいな。海トリオ、そうね、 SV やってるけどあんまり知らないカードも知らないんですよね。知らないポケモンはね、ちょっとよく分かったらダブルレアだ。あ、よく、あ、はい、偉大なキバー EX のダブルレアですね。今回ね、ダブルレアがね、ちょっとね、一瞬焦るんですよ。あれ、なんかやばいの引いたかいみたいな。ちょっとびっくりします。ほらね。ほい。おー、いいですね。ギャラドス EX ですね。いや、かっこいい。これ、いや、いいですよ。はい。そして、ビーチコートですね。いいですね。カルボー、ベトベタ、キルリアン。だね、AR、あ、友達手帳。友達手帳のね、パックでの再録はかなり優秀ですよ。本当に。なかなかね、手に入らないですから、友達手帳。ありですよね。前ね、前の、なんていうんですかね、レギュレーションの時というかね、の時にももうパックで欲しかったところですよね。やっぱ、友達手帳1枚1000円ぐらいしましたから、やばい、ないってなってたと思うんでね。まあ、こういうありがたいですね、こういうのね。はい、ムクバード、コータス、ボタン。はい、ボタンが出ました。ブロロンね、SV でひたすらレッツゴーでやっつけるポケモンっていうイメージがありますね。カイデン、タイカイデン、ナルトス、ウミディグダ。ほい、あ、出た、ヘイラッシャー。ヘイラッシャーはね、まあ基本フェアリーテラスなイメージでございます。ちょっとトークがゲームと混ざっちゃった。はい、ネストボールですね。いいですね。ネストボールは良き。まあでもただね、そのネストボールはあくまでまあボールで、まあ、持ってこれるんだけれども、やっぱクイックボールにはなりえないっていう感じだと思うので、まあちょっとね、どういう風に使われていくかっていうところが、まあ、あれかなって思いますね。やっぱり手札トラッシュするっていうこともできないし、手札に加えるじゃなくてベンチに直接出す効果なので、まあその辺もね、やっぱりクイックボールとはちょっとやっぱ違うことになる。使い方も変わってくるのかなというふうに思いますんでね。まあちょっとね、そのデッキを作るのが上手な方とかがね、いろいろこれから作っていくと思いますんで、デッキをね、まあそういったのも楽しみにしていきたいと思いますね。ほい。はい、博士の研究。いいですね。てか、これ一ボックス、だけなのにめっちゃ時間かかっちゃうな。はい、グレーンアルマンの AR ですね。これ、時間かかっちゃうな。いつもね、一ボックスで一発、おー、かわいい。リオルの AR ですね。全然離させてくんないのね。いつもね、なんていうんですか。お、えー、
おお、やった。はい、サーナイト EX の SAR ですね。うわ、嬉しい。これは強いぞ。これは来ましたね。今回ね、スカーレット対バイオレットみたいな企画でやってますので、ここでサーナイト EX 引いたのはめちゃくちゃ強いですね。これだいぶスカーレット有利になったんじゃないですか、もしかして。まあまあまあ、バイオレットはね、あのミモザっていう、あのものすごいあのトップ枠がいますんで、あれですけれども、ただサーナイト EX の SAR はこれは強い。はい、ブロロロロブロロロロロロロ、ちょっとわかんないや学習装置、まあ、今回からね、ポケモンの道具がね、あのポケモンの道具になりましたんでね、グッズのカテゴリーではなくなったんで、またちょっと注意が必要ですね。ほい、はい、ドドゲさん、SV のゲームだと常に環境にいますよね、ドドゲさんって感じですね。はい、ヘイラッシャの AR ですね。ヘイラッシャ、ちょっとどっちか分かんないですけど、いいですね。はい、いや、これは、いや、楽しい。やっぱり、ボックス開封楽しい。ちょ、最近ね、あの、オリパの開封とか、福袋の開封とかをしているので、あんまりボックス開封してなかったんですけど、いや、ボックス開封やっぱ楽しいですね。めっちゃ楽しい。ボックス開封は皆さんやっぱ楽しいんでね。皆さん、あの、ぜひね、これを見ている、あの、転売を、あの、主に、行っている皆さんはですね、ぜひ、開封を楽しんでいただきたい。めっちゃ面白いですから。はい、ドクロックの EX。ドクロックの EX? ムックル。今回 SAR は出たら SR 枠を潰す感じになるのかな?ちょっとその辺がね、わかんないですね。SAR は SAR で、SR 枠を潰さないのであれば、こっからさらに SR が出る可能性は、まあ、十二分にあるっていう感じではありますね。はい、ラスト5パックでございます。まあ、今回もね、未開封パックは取っておきたいなと思ってますけれども、まあ、結果ね、開封したい欲の方が勝っちゃって開けちゃうっていう説はありますので、まあ、ちょっとまあまあいつかコレクション用に確保できるでしょうっていうぐらいのちょっと緩い感じでやっていきたいなというふうに思ってます。ちょっと喋りが長くてね、これだけでね1本分ぐらいになりそうなんですよね。はい、ルチャブルー、おい、おー、来ました、コライドン EX ですね。はいはいはい、オッケーオッケー、コライドンもちゃんと引いていく。ここまで SR 出てないから、 SAR は SR 枠を潰すのかな。はい、そうですね。はい、ということでスカーレットをまず開封させていただきまして、結果こんな感じ。サーナイト EX の SAR、 そして、EX が4枚、で AR が3枚っていう感じになりましたね。ということで、金額はね、この辺に出しておきますけれども、こんな感じになっておりますので、続いてバイオレットの方行きたいと思います。はい、ということで続いてバイオレット開けていきたいと思います。さあさあさあ、スカーレットのね引きめちゃくちゃ良かったんで、今回バイオレットからもね結構いい引きしないとスカーレットの引きに勝てないよと。いうところだとは思いますんで、まあ、ちょっとね、バイオレットもきちっと引いていきたいと思いますね。まあ、僕はあのゲームでバイオレットやってますんで、まあ、その辺もね、もしかしたら引きに影響してきてくれるかもしれません。はい、それで5パックずつですね、いきましょう。僕ね、こう一枚一枚にいろいろ話してると、本当あっちゅう間に動画の尺ね長くなっちゃうんで、そこがねちょっとこう見づらさになっちゃうとあれだなっていうのはありますんでね、まあ、ちょっとできればこう長くても見やすい動画みたいなのを意識していければいいのかなというふうに思ってるんですけど、まあ、よかったらねいろいろコメントください。オラチフ、コフキムシ、よいしょ、ヤドラン、ハルクジラ、コイル、ノノクラゲ、ヘルガー、ハピナス、ハイパーボール、あ、ハイパーボールも新イラストで再録なんですね。ほい、おお、はい、ウィンディ EX ですね。かっこいい。ウィンディ EX は何やらいい感じだぞみたいなところありますね。はい、マフィティフの AR、 エレキジェネレーター、いいですね。やっぱね、コライドン、あ、コライドン、ミライドン、
未来ドン EX がやっぱりちょっと複数枚ね確保したいところではありますんで、ちょっとね何枚かやっぱり地引きしておきたいなっていうのはあるんですけど、まあ最後ねちょっと数枚足りなくてシングル買いみたいなのはあれかなと思うんですけど、まあボックス開けられる限りはねやっぱボックスで引いていきたいみたいなところありますんで、まあ、できればね未来ドンも確保していきたいかなというふうに思ってます。よいしょ。ワッカネズミ、テーブルシティ、ビビオン、レアコイル、フラエッテ、ワッカネズミ、クレフィー、あ、出た出た、クレフィー。このクレフィーはね、結構なんか、えぐいって、特性止まっちゃうんでね。おー、カエデでーす。はい、カエデの SR ですね。いや、強くない？今回。いい引きしてる。あ、カエデ、トゥー、カエデ。いや、いい引きしてるな。あ、出た、元トカゲ。現在論ですね。あー、まあ、ちょっとね、ミモザではなかったですけど、まあ、女の子。女の子 SR ということで、皆さんほら、大好きな女の子 SR でございますよ。わかりますか？わかりますかって。わかりますかってなんだよな。適当すぎんな。次行きましょう。よいしょ。ってことは、こっからは、あ、まだでもあれか、2枚箱の可能性はあるんですね。あれ、あ、でも、あ、あるのか、あるのかな。今回からね HR が廃止されているようなので、まあ、UR 枠だったら2枚箱があるのかな。ね、さっきバイオレ、はい、博士の研究、こっちお父さんの方ですね。お父さんの研究、さっきね、あの、あ、1枚飛ばしちゃった。はい、ワナイダー EX ですね。で、さっきあのスカーレットの方で SAR、出ましたら SR 枠が出なかったんで、まあ SR 枠と SAR 枠は同じ枠を使っているっていうことを考えると、そこの2枚箱っていうのはないのかなっていう気がしますね。なので、まあちょっとこういった場合ね、 SR 出ましたっていう場合に、まあ、どういう出方をするのかっていうのは少し気になりますんでね、まあ開封してみていきましょう。いきなり未開封取っといてもしょうがないですからね。はい、出た、鉄の輪立ち EX ですね。はいはい、まだ EX はまだ3枚、あとまだ未来ドン出る可能性はありますと。で AR 枠もあと2枚残ってますんで、まだね、まだまだ望みを捨てちゃいかんよと。はい、ノノクラゲの AR ですね。やっぱ AR のイラストって綺麗だよな。お、なんかイエスさん、イエスさんなんだっけこれ、あいつね、なんか進化できるやつですよね確かね。さあ、あと10パックでございます。パモ、ガーディ、ストリンダー、カゲボウズ、タマンチュラ、あ、これはよーし、1枚とりあえずゲット。ミライドン EX ですね、タンデムユニット、いいですね。よし、ミライドンはとりあえず1枚確保というところなんですけど、まだ足りないですからね。まあちょっとね、せっかくなら、どうですか皆さん、新環境は。やっぱり雷系、あ、ミモザがここに出てくる。みんなね、ミモザ、ミモザってね、みんな騒いでますけど、ね、そのうち皆さんが、キクコ、キクコって騒ぐ日も近いと思いますよ。ね、皆さん、キクコの魅力に、そろそろ気づき出すんじゃないのかなというふうに思ってますんでね。もうキクコも1000円台ですから、カードとしては。これからどん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 人気になっちゃいますよ。おい、あ、ダブレア5枚入ってる。さっき5枚だったか。はい、ジュペッタ EX ですね。5枚もあるんだ。で、あと AR が1枚出ていないっていう感じかな。それとも AR はダブレアが潰すパターン、あー、違いましたね。はい、タマンチュラの AR ですね。これなんかあれですよね、上のやつとくっつくんですよね。上のやつっていうね、あのワナイダーのね、あの AR とくっつくやつだと思います。ということで、バイオレットも開封終わりましたんで、ちょっと並べていきたいと思います。はい、ということで、スカーレット、バイオレット並ばせていただきましたけれども、結果はこんな感じ、金額もこんな感じということで、
ちょっとね、僕今の段階でどっちか、まあスカーレットかなとは思いますけれども、今の段階でちょっと具体的にどっちかっていうのは分かんないので、編集の時にきちんと出しておきたいと思いますけれども、まあね、世間の皆さん、バイオレットの方が強いんじゃないか、やっぱりミモザがいるからねみたいな話になっていると思うんですけれども、結構ねスカーレットもいいカードたくさんありますし、サナイトとてもイラスト綺麗ですので、皆さん狙ってみてください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価で応援いただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。掃除って引き強すぎん？今日何をしていきたいと言いますか？あ、噛んじゃった。もう一回。